こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。インドネシアと韓国で戦闘機を共同開発していた KFX がインドネシアからゴミ扱いされフランス戦闘機に乗り換えられ、6000億ウォンが水の泡に消えました。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国型次世代戦闘機 KFX の試作機の出庫式が韓国航空宇宙産業 KAI で行われる。本格的な開発に入ってから11年ぶりのことだ。今回の出庫式に出席するため、共同開発国のインドネシアのスビハント国防相が訪韓し、これまで開発の障害となってきたインドネシア側の分担金延滞問題がある程度解決されるという期待が出ている。26年の量産目標である KFX は総開発費用だけで8兆8000億ウォンに達する。金額で計算すれば建国以来最大規模の国策兵器開発事業だ。問題は需要だ。空軍が運用する約120機では経済性の確保は難しい。このため政府は最初から国際共同開発で推進することにし、東南アジア防衛産業の輸出拠点であるインドネシアを戦略的な開発パートナーにした。インドネシア政府も積極的に反応し、開発費用の 20% である1兆7300億ウォン程度を分担することを約束した。しかし、インドネシアが支払った金額は手付金を含めて2200億ウォンだけだ。インドネシアは2年前から財政悪化を理由に分担金の支給を完全に中止し、現在延滞金だけでも6000億ウォンを超えている。このような中、インドネシア側は昨年3月新型コロナウイルス感染症拡散を理由に韓国に派遣した技術者110人余りを全員本国に召喚した。それ以来彼らは帰ってこない。さらにインドネシアがフランスラファール戦闘機を導入するというニュースまで聞かれ、 KFX の共同開発から手を引くのではないかという憂慮が出ている状況だ。それではネットの反応です。インドネシアなんかに振り回されるなんて、どうせ残りをくれなければ飛行機は1機も与えることができないと国防部と KAI が言ったから一度見ようってか。未納金は利子まで含めると8000億ぐらいだろうけど、インドネシアクソだね。インドネシアに振り回される理由が知りたい。インドネシアは KFX 事業を持続する対価として韓国に5兆規模の農業開発支援を要求した。実際5兆はインドネシアの農業改善事業にしては過度の規模だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。